熱い。暑くなると沖縄は葉野菜が高くなるんだよね。暑さの台所を預かる主婦の悩み、わかるよ。今日はごえくえ賞に任せなさいね。いいね、今日はね、財布にも優しく、しかも注目のスーパーヘルシー県産野菜を紹介するよ。チャメイ！おお、これが中国の県産野菜ね。なるほどね。っていうか、あんた誰？はい、はじめまして。私は中見農園の社長の中曽根です。あんたが社長ね。すいません、スプラウトって知ってますか？スプラウト、いいね。私はね、炭酸も NG なんだよ。この業界では有名な話だよ。わかるよね、チャメイ。チャメイ、先生、当社で作っている商品の説明を、さらっとさせていただきます。いいよ、はい、まず、うちの主力商品、戦略商品で、豆苗です。豆苗、チャメ、ビタミン K は、チャメ、骨を強くするという、を強くするためにビタミン K が必要だという、ということで、骨が強くなる、そうです。いいね。あのこれを食べていただくと、骨が丈夫になって、健康で、年取っていても転んでも大丈夫だと。いいね。で最近これが、注目を浴びている、栄養成分です。あともう一個、切ったらまた生えてくる再生野菜、切ったら生えてくる。という、あの非常に100円前後で買って、2回食べて50円後で、要するに家計に優しい、なるほど、ね、野菜1回だけじゃないと。そうです、上等野菜だね、はい、食べていただいて、食べようね。ほうれい線をもっと満足します、ほうれい線寿命のことをね、はい、豆苗ですね、はい、豆苗の次にうちの主力商品です、ブロッコリースプラウト、ブロッコリーの芽です。1週間ぐらいの、若い芽、これが今あの健康番組が非常に健康ブームなんで、いろんなところで、いろんな先生方がその機能を持った野菜として、今これ注目を浴びます。でこれ分かるよね、分かるよね。スローラワン、スローファラン、スローファラファン、スローファラファン、ファン、スローファラファン、そうです。これが機能を持った、今注目の成分です、で、ある先生は、白髪、その頭皮がその血流が良くなる と、抜け毛とか白髪が抑えられる、おだから非常にみんな活性化させるので、頭皮を血流をよくする作業があるので、でやる、白髪が抑えられる、だから抜けが少なくなるという効果があるという、いいね。という私はでも髪はもうしっかりしてるから大丈夫ですね、地毛だよ。豆苗、ブロッコリー、3つ目です、はい、分かるよね。3つ目、分かるね。ビタミン B12 という栄養素をこれに吸い込まして、で作ったのが、これ、ビタミン B12 入り貝割れ大根。チャメ、
野菜中心の人はどうしてもビタミン B12 が不足をする、うん、でそこでこれを補給食品として機能を持ったビタミン12の貝割れを食べて、うん、ビタミン12を補給してくださいというの、うん、のためにいい、ね、広島の大学の先生とコラボして作った、うん、要するに特別な野菜です。じゃあもう普通の貝割れよりはこっちで食べた方がいいですね。そうですね、貝割れが持っている機能もビリと辛くて、うん、で体にで、うん、さらにビタミン12も含まれてるんで、うんうん、これで絶対おすすめです、うん、それでは、はい、うちの、うん、野菜を使った、うん、社長おすすめの、うん、レシピがありますので、うん、それを紹介をして、いいね、ぜひ食べてください。おいしいんだろうね。いやいや、もう毎日食べてる。ああ、いいね。ちょっと待ちなさい。いきなり目隠しされてるけど、これどういうこと？保護するだよ、私は。うん、先生、うん、変わった野菜を。変わった野菜、はい、当てていただきましょうね。さっき食べたのとは違うってこと？違います。口開けてください。はい、はい、はい。うん。もう葉っぱ巻きになったね。うん。うん。うん、もう食感はね、野菜だね。野菜じゃないよね。野菜だけど野菜じゃない味するよね。わかりますか。柿？海の柿。正解です。ちょめ。これが、これ将来的に作りたいというやつ。いいね。いいです。これは最高のやつ。うん。なんか戸惑うよ、これ食べながら。葉っぱなのに貝の味がするっていうね。うん、先生、うん、1品目です、うん。私が毎日食べてる1品目の豆苗、はい、貝割りです。いいね。食べてみようね。こっちにさびろ、はい、うん、うんうん、おいしい。皆さん、ブロッコリーいくら食べても、うん、いや、ブロッコリーが、うん、体を要するに免疫力を高めるという、要するに機能を持った、うんうんうん、野菜の、あ、そうね、納豆の良さとブロッコリーの良さを、うん、いいね、美味しい、コラボして、うんうん、なるほどな。この味だと毎日食べても飽きない。うん、美味しいでしょ。美味しい。体に美味しい。ご飯にかけたね。今度は2品目です。はい、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 これが豆苗サラダです。こっちそびら、いただきます。これはどんなかね。うん、うん、美味しいね。美味しいでしょ。そうだ、あ、うん、まずやっぱり豆苗のサクサク感、サクサク感、サクサク感、うん、シャキシャキ感で、リンゴいい感じだね。いい感じでしょ。リンゴが強すぎない、うん、ちょうどいいぐらいの、うん、あ、そしてこのドレッシングです。あ、全然喧嘩しないね。うん、マスタン。今日はね、はい、豆苗と、スプラウト、いろいろ勉強になったね。ありがとうございます。今日はもう本当に私また健康になりそうだね。よかった、うん、ありがとうね。よかったです。今日も本当私ばっかり食べてるからね。あ、うん、あんたも食べなさいね。あ、ありがとうございます、うん、はい、うさぎとかあんなの、うん、あ、こう、卵ね、卵ね。うん、今日はスプラウトのおかげで元気が出てるね。うん、はぁ、あ、長曽根君、君をスプラウトのおかげでパワーアップしてるよ。チャメチャメイチャメ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 イスプラウトチャメチャメおぉ、いろんなバージョンの曲なんだな。チャメチャメ
沖縄村上農園の豆苗とスプラウト、美味しさの秘密わかるよね。あんた方食べないと死んだみするよ。しゃべー、まんねごえくえいしょうや。